こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題ですね。今日のお題は世界で唯一と言っていいほど年収が下がっている日本という国の怖さということで、話をしていきたいと思います。1つ目、スウェーデンプラス 38.4%、 日本マイナス 10.7%。 2つ目、お金はどこに消えたのか、内部留保。3つ目、ゼロ金利が原因か。4つ目、金利 3% なら20年で消えたお金が441兆円あったということで、4つのテーマについて話をしていきます。まあ、今日は、世界で、最も年収が下がっているのが実は日本という国だったということで、おそらくこの後にこうグラフが出ると思うんですが、スウェーデンで1997年を100とした時に、2016年、要は20年間で、給料実質賃金指数っていうふうに書いてあるんですけど、こちらの方が 138.4% でした。なのでスウェーデンではだいたい20年で 38.4%、賃金っていうのが上がっていると。でこれ元データなんですけど、全労連、全国労働組合総連合っていうんですかね、全労連、そちらの方の数値を拾ってきました。ちなみにオーストラリアだと 131.8%、 フランスが 126.4%、 イギリスが 125.3%、 かっこ製造業、デンマークが 123.4%、 ドイツが 116.3%、アメリカが 115.3% で、日本だけがぶっちぎりマイナスになっていて 89.7% ということなんで、日本だけが20年間かけて 10% 賃金、要は給料が下がっているという衝撃的なデータが出ています。で、今グラフが見えているのであれば、他の国は全部右肩上がりなんですけど、日本だけが右肩下がりになっているという恐ろしい結果です。で、2つ目、お金はどこに消えたのかということで、内部留保ですね。まあ、日本は1989年ぐらいに多分バブルが崩壊したと思うんですが、その後の、約10年後、1997年にさっき言った指数を、100とした時に、20年間かけて給料が 10% 減っていると。でこれどこに行っちゃったかというと、まあ、基本的に企業が給料を上げない と、会社が傾いた時に困るから、内部留保しているというのが、一番の理由だと思います。で、まあ、これ日本というのは製造業が非常に多い、まあ、製造輸出業、まあ、トヨタとかそういうキャノンとか大手製造会社が物を作って外に出すっていうビジネスが多かったので、その円高による、損失とかを防ぐために企業がもうがっつりお金を貯め込んでるということがあったと思います。で、まあ、あともう一つは円安にするために、日本人はどんどん貧乏にさせられてるというのがおそらく国の政策としてあるのじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、これ円高になると日本の輸出業が、疲弊してしまって、輸出業が成り立たなくなるから円安に誘導していって、この状態をずっと保っているようなイメージです。すでに4分喋ってるんであんま時間がないですね。で、3つ目、ゼロ金利が原因かということで、まあ、日本はその1980年の後半、90年近くにバブルが崩壊して銀行を助けるために金利が限りなくゼロになっていったんですね。で、このゼロ金利になったがために、延命している、まあ、要は本当だったら市場から退場しなきゃいけないような、あまり儲からないような、会社も残っているということで、まあ、今言うとオーバーストアっていうのが日本の状況です。オーバーストアっていうのは何を言ってるかというと、もう店が多すぎるんですね。会社が多すぎると。
いうことで、まあ、筆頭は飲食とかアパレルとかっていうのが多分おそらくオーバーストアが一番激しかったのかなっていうふうに思います。で、日本っていうのは服も安いし飲食も非常に安かったので価格がデフレ、マイナス下がっていく方向に競争が起きていてみんな疲弊しながら生き残っているということが、金利が低いとそのような状態になりやすいっていう感じです。あとはもう不動産業ですね、これだけ人口が減りつつあと、住む家も空室率多分今 10% 超えてると思うのでなのに新築のマンションとか一戸建てがどんどん建つっていうようにオーバーストアの状況にあるというのが日本です。で4つ目金利 3% なら20年で消えたお金が441兆円だったということでこれは日本銀行ですね日銀でデータが実はあって2001年には、個人とかその法人とかの預貯金ですね要は現金として銀行とか金融機関に預けているお金が442兆円あったとでこれが20年後の2020年には958兆円ってことで実は倍以上に預貯金が増えているけど、金利が低すぎてせっかくの、預金に対してリターンがないっていう感じなんですね。で、442兆円からスタートした時にだいたい金利が 3% あると15兆円から20兆円の実は金利になっていて仮に 3% だった場合に今言った20年間で実は441兆円お金が生まれてたわけなんですね。当然個人でも法人でもお金が生まれればそれは消費投資に回っていくのでお金が増えていくっていうサイクルに回っていくはずなんですがさっき言ったように円安誘導しなきゃいけない輸出業を守らなきゃいけない給料は上げないみたいなことでお金が内部留保企業の中に残っていて使われない投資先もないので使われないという状況になっているのが今の日本の状況です。なので結論的に年収が下がってってるっていうのは今言ったように金利が安すぎる会社が給料を上げない内部留保投資先がないということが、私が思っていることなので、まあ、これが改善されない限りいわゆる給与所得っていうのは増えないかなというふうに思います。そろそろまとめですね。今日はちょっとテーマが非常に深くてもっと喋んなきゃいけない内容だったと思うんですけどあまりにもコンパクトにまとめたために多分これだけで10本ぐらい動画ができると思うんですがもしかしたらまた掘り下げて話をしていこうかと思ってます。で今日のテーマは世界で唯一と言っていいほど年収が下がっている日本という国の怖さとはということでもう一回この、チャートが出せればちょっと消えてるかどうかも分かんないですけど出せれば日本だけが給料が下がっているというとんでもなく恐ろしいことになっています。で一つ目スウェーデンは20年間で約4割近く 38.4% 給与所得が上がっているのに日本だけが20年でなんと 10.7% も下がっているというもうとてつもなく恐ろしい結果が出ています。で、まあ、ここには派遣の話とかも多分関わってきていると思うので会社にはお金が残っているところはたくさんあります。2つ目ですね。金はどこに消えたのかということで内部留保されているとなので今これだけコロナが大騒ぎになってて普通だったら航空会社とかあっという間にもしくは JR とかあっという間に倒産しそうだけど潰れないのは内部留保が山ほどあるからなんですね。でこれいくら持ってるかもちろん公表されてないですし、ちょっといろいろ経済っていうのは裏技があって会社も保険を使ってお金を外に逃がしたりすることができるのでこのような留保金が残っていて実際に従業員に給料として支払われないということが起きています。で3つ目ゼロ金利が原因かって自分の中では本当にこのゼロ金利こそ悪だというふうに思ってます。でこれ金利 3% つけば先ほど言ったように、441兆円4番目のテーマにさりげなく入ってってますけど441兆円生まれたはずなのにこれを、できてない理由が
延命措置ですね。もう会社を潰したくないと。で、競争力のない会社がいっぱい生き残っていて、オーバーストア、あとオーバー企業ですね、会社が多すぎるっていう状況なので、実は今これを、コロナにかこつけて潰しに来てんじゃないかっていうのが私の思いです。でこれはあまり激しく言ってしまうと問題発言だと思うんですけど、このオーバーストアをやめていく、オーバー会社、オーバー企業を、オーバーカンパニーをやめていく流れにあるっていうふうに思っています。4つ目、金利 3% なら20年で消えたお金が441兆円だったということで、まあ、今国の予算ってだいたい年間100兆円ぐらい、ざっくりと100兆円ぐらいだと思うんですが、この 4.4 年分のお金が、さっき言った円安誘導、内部留保、投資先がないということでお金を食いつぶした結果、給料が上がらないっていうことになっているということなので、本当に日本という国はもう怖すぎて、知識がないとお金はもう一切増えないっていう状況に入ってるっていうことをよく理解した方がいいかなっていうふうに思います。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、まあ、あの質問、別に私は経済評論家じゃないので、経済のことは いろいろ調べなければ答えはすぐに出ないかもしれないんですが、ただ、物の見方はよく見えているので、この根本的な原因とかも、話をできるので、まあ、ぜひご質問あれば YouTube のコメント欄、メールもしくは LINE で送っていただければと思います。あとよく言ってるんですが、2020年の12月20日から LINE を2本目新しくしてます。この動画の最後にも QR コードが出たり、 URL、押すとサイトが開いて登録できるサイトが出るので、ぜひそこに、LINE に登録いただければと思います。私から5通ぐらい LINE が届き、1本動画がついているので、動画見た人に私と個別相談ですね、30分間 Zoom オンラインで1対1でいろんなご質問に答えているので、ぜひうまく使っていただければと思います。あと、まだチャンネル登録されていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。